はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時回りましたね。5月7日金曜日の午後でございまして、まったりとしています。日経平均は結局プラス26で終わりましたね。まあほとんど動いていない。ドル円が 109.117 ですね。原油先物 65.02 ですね。まあ、今日は動きませんね、あんまりね。時間外のニューヨークもほぼ動いてないわけでして。まあいいわ、行きましょう。こんなね、びっくりするような記事を見つけてしまいました。著存ライン、貼りませんよ、著存ラインは。5月7日13時40分の記事でございまして、これはですね、向こう読みしますと、イ・ミョンパク、元大統領の指定、購買へと。短いタイトルなんで見つけてください。これむちゃくちゃね、びっくりする記事ですよ。これがですね、そのイ・ミョンパクさんって、リ・アキヒロさんって書きますね。音読みすると明白さんですね。明るいに博士の広い、広しっていうんですね。イ・ミョンパクさんのですね、この前の前の大統領ですね。今はムン・ジェインさんで、前がパク・クネさんで、その前がイ・ミョンパクさんでしたけど、がそのソウルに持ったはるですね、ソウル市江南区ロンヒョン道に保有する指定が購買にかけられることが6日までに分かった。っていう感じで、今ねプリズンですイ・ミョンパクさん。懲役17年の刑が確定してですね、服役したんです。いや、なんか悪いことしたというか、なんかもらったんでしょうね。17年ですよ。確かね、パク・クネさんも20何年とかいう刑が確定しましたね。なんかね、怖いわ。で、この方がですね、なんでこうなったかと言いますと、大法院という日本で最高裁判所ですね、昨年10月ですね、イ元大統領に懲役17年、罰金130億ウォン、追徴金57億8000万ウォンの刑を言い渡し確定した。イ元大統領は合計187億ウォンに達する罰金、追徴金を納めることができず、ソウル中央地裁は昨年12月、指定を差し押さえ、この公社ですね、韓国資産管理公社、KAMCO に購買代行を依頼したと。いや、まあ、ご本人ね、今プリズンに言い張るわけでして、これに対して異議申し立てるっていう、まあ、いう記事は続きますけども。いやー、何と言いましょうか、日本でもですね、元総理大臣が逮捕されてですね、刑は確定しませんでしたね、あれは。田中角栄さんは、裁判中にお亡くなりになりました。で、一時期的には拘置所に入りましたね。拘置所で暮らされました、何ヶ月間かは。で、まあ、保釈になって出てきていらっしゃいましたけど、その裁判の最中でお亡くなりになってですね、結局裁判完結してませんでした。もう僕が子供の頃の、子供というかもう中学生ぐらいの時の話ですね、あの裁判やったのは。で、今になってね、いろいろそれをですね、その掘り返す本が出たりとか、去年一昨年あたり、私週刊文春の前間仁さんっていう方の記事をずっと読んでましたけど、あれ無罪やんと思いますね、私見ると。その5億円どうももらってないらしいんですね、田中角栄さんは。自分もらってないから、そんな無罪やって言うてるわけです。田中角栄さんにもらった覚えはないわけですよ。秘書の方がもらってたかもわからんというだけの話なんですね。で、秘書の方が証言してるんで、それで有罪取れると。あれ、一審有罪調だかな。で、あの職務権限というね、ようわからんやん。全日空はトライストは買うのになんで総理大臣関係あんのっていう話ですね。去年、一昨年あたりでしたっけ、千代田区長がですね、三井不動産、レジデンシャルからマンションを買ってですね、それはあかんやんっていうことになってたんですけど、別にそんなええやんって僕は思ってたんですけど、簡単に言えば、千代田区長っていうのは、千代田区内で、タワーマンションを建てる許認可を下ろす権限者なんですね。
で、その許認可には必ずですね、千代田区長っていう名前が入って犯行を押される、行員が押されるわけですけど、でもそんなご本人はほとんど関係ないわけですよ。現場まで役人がやるわけですよ。これこうやってこれでこうやって規制緩和してこのターンは OK みたいなのやるわけですけど、でももしかしてですね、その千代田区内で三井不動産レジデンシャルが計画したタワーマンでもマンションでも何でもいいんですけど、許認可に関わってですね、その便宜を図ってもらったっていうなら、それは罪に問えるんちゃうかという話があの時ありましたけど、ちょっとそれ無理筋ちゃうのと私は思いましたけどね。実際現場出てってね、現場出たっていうか、担当の役人さん、千代田区の区役所の人にですね、ちょっとこれ便宜測ったりやって言うたら、それは飽きませんよ。でもまあ、それを立証できなければ有罪にはならないかなと思う。だから無理筋やろなと思ったから、まだ立件されてませんね。だからね、多分もうこうされないと私は踏んでるんですけど、それと似たような話で、総理大臣やから全日空がどの機種買うか決められるみたいな、総理大臣は運輸大臣の上にいるから、当時運輸省って言いましたから、でそれ口挟めるから有罪やっていうのは、ものすごい無理あるやんそれと思って、むちゃくちゃ無理あるやんと思って、まあそういうことが過去に日本にもありましたけども、結局日本は完結しませんでした、元総理大臣の犯罪が。ところがですね、愉快なお隣さんはもう現状お二方どころかですね、前のこの軍事政権の時のチェン・ドーハンさんとかですね、ノムヒョンさん、ノムヒョンちゃんノテウさんか、もう確定してますね。確定してもうお二人は、終えて外にいらっしゃるようですけど、まだ中にいらっしゃるのがこのですね、イ・ミョンパクさんとパク・クネさんでございまして、怖い国ですね。元大統領ですね。パクさんは前大統領ですけど、そのイ・ミョンパクさんの指定ですね、私の家ですね、ご自宅がですね、まあ、結構でかい家です。600の平米あって、日本円で10億円ぐらいの入札価格になると言われています。これ、持ち分が半分なんで、半分で10億なんでしょうかね。要その辺よう分かりませんけど、去年刑期が確定したと言いますから、まあ、その間4、5年は入ってまして、ね、なんたら期間というのがあってですね、それが参入されたりすると、あと12、3年で出てきはるんちゃうかなと。出てきた時に住む家ないやんっていう世界ですけど、怖いでしょほんまに。なんかね、それ贈賄罪かなんか、収賄罪かなんかで、されてるんでしょうけども、まあ要は変な言い方すると、身ぐるみがですね、まあ身ぐるみともに剥がされてしまうというんですか、それも公権力によってですね。別に同情はしませんよ。イ・ミョンパクさんという方はですね、確か大阪の生まれなんですよ。で、子供の頃に向こうにお帰りになってですね、それで苦労された挙句にですね、最後は大統領におなりになった。で、まあ、5年間お勤めだったんですけども、最後の方でやっぱしですね、レームダックっていうんですか、だん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 人気が落ちてきましてですね、大統領として初めて竹島に上陸をされました。でなんかそこでものすごい反日演説をされて、あ、何やこの人もかみたいな風に、そういう記憶がございますね。大体それが何年前でしょうね、10年近く前、だったような気がしますけども、大体最後ですね、人気が落ちてくると、こう日本がっていうのがですね、パターンなんですよ。でパククネさんは最初から日本がって言って走ったんですけども、任期を全うできずにですね、ろうそくデモで押されてしまいました。で今のムンジェインさんはもう振り出しから日本がってこう走ってきたんで、今任期が落ちてもですね、そのネタ使えへんという状態になってましてです、どないしはんやろということですけども、こうでもね、そういうね、竹島に上陸して何やかんやって言って日本がって言わはった人でもですね、やっぱりこうやってこう最後はね、自分の家までね、取り上げられてしまうっていうのはですね、若干かわいそうかなという感じがしなくもないですけどね、しなくもないけど、まあでも、竹島に上陸した方ですからね、いやー
まあ一言言うなら怖いわという感じですね。怖いわと。こういうのを見てるのにムン・ジェインさんはなんでこう自分が同じ運命をたどるというふうには思われないんでしょうね、し想定できないんでしょうかね。それが不思議でしゃあないなという気はしますけどね。よほど現実が見えない、こうバイアスがかかってなんたらっていうなんたらショーとかって昨日言ってましたけど、あれなんでしょうね、見たいものしか見ないということだと思います。いやそれにしてもね、何気な記事ですけど怖いなと思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。